は、愛知県の北西部に位置し、庭群に属する町、県北西部の尾張地方に含まれる。もともとの漢字表記は、大田と小口から一文字ずつ取った、太口町であったが、後に太市の点が抜け落ちて、現在の表記となった。新木津用水の帯平野に位置する。基礎川の堆積物で作られた、洗状地で、北から南にかけて緩やかな傾斜となっている。 河川、編集主な川大和座町名愛知県町長。編集歴代町長上水道は、庭広域事務組合水道部によって運営されている。町内の簡易水道組合が1970年に統合して町営水道になったが、1972年4月1日に、不層町営水道や簡易水道を統合して、尾張北部水道企業団として発足。 1975年5月には、自己水源に加えて、愛知県営水道より受水。2002年4月1日に、庭消防組合と統合して、庭広域事務組合が発足した。下水道は、名古屋港海域等流域、別下水道整備総合計画に基づき、五条川、右岸流域下水道による処理が行われている。2006年4月1日から一部区域での供用を、 開始。下水は五条川右岸浄化センターで処理された後、五条川に放流される。可燃ゴミについては町内にある江南には環境管理組合の環境美化センターで焼却処理されている。また、可燃ゴミ減量を目的として、町内の一般家庭から出る剪定だ。そう、竹については分別収集した上で、チップに加工して土壌改良剤として利用している。 桜総合病院大口町健康文化センター、港南には環境管理組合ごみ焼却施設本部、交番本部消防署出張所主な病院海外、編集フレンドシップ相手国2005年に開催された愛知万博で愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ一市町村一国フレンドシップ事業としてフレンドシップ相手国として迎え入れた。国内、 編集姉妹都市大口町の中野間人口比率は143.7であり、飛島村に次いで愛知県で2番目に高い自治体である。アピタ大口店町内の主な商業施設には高校県立町立大口中学校は建築家の黒川紀章が最後に設計した中学校でもある。町立大口町コミュニティバス愛知県道176号。 若宮港南線路線バス一般国道国道41号、国道155号一般県道小口城市公園、堀尾屋敷跡に架か,かる復元された、祭壇橋犬山城第一黒門が移築された、徳林寺三門、桜塚古墳、堀尾跡公園の祭壇橋から見た古城川の桜並木城郭。ありがとうございます。